毎年全国のサウナを40から50箇所ただただ巡っています。カステラ侍です。今回は東京限定おすすめのサウナをテーマごとにランキング形式で3つ紹介します。このランキングの基準はズバリ 100% 個人的な好みです。なので気軽にご覧ください。今回の東京サウナのテーマは、近所に住んでいるあなたはラッキー、ハイレベルな銭湯サウナ、癖になるよもぎの香り、気持ちの良いスチームサウナ、空き時間を有効活用、隙間時間でもサクッと楽しめるサウナ、ご利用は計画的に一度は行くべき完全予約制の人気サウナ、2021年夏都内のマイベストサウナ、この施設のこのサウナ室がすごい。ではスタート。ハイレベルな銭湯サウナ第3位は、ハイレベルな銭湯サウナ第2位は、ハイレベルな銭湯サウナ第1位は、ハイレベルな銭湯サウナ ではスタート。癖になるよもぎの香り、気持ちの良いスチームサウナ第3位は、癖になるよもぎの香り、気持ちの良いスチームサウナ第2位は、ここで番外編。
癖になるよもぎの香り、気持ちの良いスチームサウナ第1位は、癖になるよもぎの香り、気持ちの良いスチームサウナ。ではスタート。空き時間を有効活用、隙間時間でもサクッと楽しめるサウナ第3位は、時間を有効活用、隙間時間でもサクッと楽しめるサウナ第2位は、空き時間を有効活用、隙間時間でもサクッと楽しめるサウナ第1位は、空き時間を有効活用、隙間時間でもサクッと楽しめるサウナ。ではスタート。ご利用は計画的に、一度は行くべき完全予約制の人気サウナ第3位は、ご利用は計画的に、一度は行くべき完全予約制の人気サウナ第2位は、ご利用は計画的に、一度は行くべき完全予約制の人気サウナ第1位は、
ご利用は計画的に、一度は行くべき。完全予約制の人気サウナ。いよいよ最後のランキングスタート。2021年夏都内のマイベストサウナ。この施設のこのサウナ室がすごい。第3位は2021年夏都内のマイベストサウナ。この施設のこのサウナ室がすごい。第2位は2021年夏都内のマイベストサウナ。この施設のこのサウナ室がすごい。第1位は以上、勝手に東京サウナランキングでした。早く全国へサウナ旅に行きたいな。